で、いつも通りね、外装で内装プラスナビメーター、運転支援、安全装備、快適装備、収納面、そして総合星度採点というところで、果たしてフロンクス何点なのよというのをね、やっていきたいと思います。じゃあまず、エクステリアの点数ね。これは、85点とさせてください。有料かだったらもちろん有がつく。だから85点ついてれば、まあ、かっこいいに入りますね。うん。で、透過類もフル LED で、デイライトも標準でついてると。まあ、某メーカーのように LED アクセサリーライナーみたいなやつつけないと、デイライトもつかないみたいな。そういうことないよと、ポジションランプのとこがちゃんと常時デイライトとして光ってくれるよとか。あと、迫力がね、デザインとしてあるということで。で、サイズ感もちょうどいいと。全高がね、155センチ以下なんですよ。だから結構マンションのパレット問題もこれだったら大丈夫。タワーパーキングとかも全然いけちゃうみたいな。SUV ですね。まあ、これ以外だと本当空気の CX-3 とか、まあ、価格帯がちょっと高くなる CX-30。まあ、CX-30 もすごいおすすめの車ではあるけどね、みたいな。あと、レクサスの LBX とか UX とかもその辺のもう超高い SUV とかじゃないとできないので、そうなってくるとね、改めてこのフロンクスの良さみたいなのありますよね。じゃあなんで減点されてるのよって言われると、めちゃくちゃかっこいいって言えるような車ではないと。まあ確かに WRV とかあのあたりと比べると全然やぼったさもなくて、かっこいいですけど、めっちゃ手挙げてかっこいいですって言えるような、まあ、例えばだけど価格帯全然違うけど、マツダ3とかクラウンスポーツとか、プリウスとか、あんな感じのかっこよさではないと。もう見た目に全振りしたわけじゃないから、まあ、90点とかはちょっとつかない。あと16インチだし、みたいなところね。じゃあ内装の点数ね。まあ、内装も結構高いっすよ。うん。まあ、ライバルでは、ちょっとナビがオポンチだったり、オプション扱いだったりするのもあったりするんですけど、まあ、フロンクスついてるし、内装の点数は83点と。まあ、有料化だったら有つくよと。ちょっと5はつけれないかなって感じ。カーテシランプある点とか、ナビの性能がいいと、もうトヨタとかホンダとかちゃんと見習ってほしいぐらい、スズキのナビよくできてるんですよ。割り込み表示で到着要素を隠しちゃうなんてポンチのこともないし、並走路を取り違えることもない。で、3分割表示みたいな機能もあると。オーディオ、地図、燃費、時計っていう3分割ができたりとか。あと全体的な素材感、パネルの見栄えとかはすごくいいと。内装の質感においては、だから WRV とかはもう言うにも及ばず、ヤリスクロスもシフトブーツがないとかで、まあ結構内装の質感は悪いとは言われてるし、まあライズとかもそこまで内装良くないと。いう中で、フロンクス内装めちゃくちゃいいと。じゃあなんで減点されてんのよって言われると、まあルームランプがね、まあメキュー、この辺ヤリクロとか、WRV とかは標準だったと、標準で LED だったりとか、まあ、もっと言うとね、スペーシアではここは LED なんですよ。だからスペーシア以下になっちゃってるってことでしょ。まあ、昨今ね、そのスズキに限らず、トヨタ、レクサスでも、レクサスよりトヨタ車の方がメーターがいいものついてるとか、運転支援がいいものついちゃってるとか、まあ、逆転現象ね、装備の。上位グレードより下位グレードの車の方が装備が良くなっちゃってるっていう謎現象起きてますよね。ホンダでも、フィットにはステアリングヒーターあんのに、ステップワゴンとかオデッセイとかではスタイリングヒーターがオプションでも選べないっていうのが多い中で、まあ、スズキも同様と。ルームランプがフロンクスでは豆球なのに、ハイグレードのスペーシアではギアでも LED になってると。この辺はちょっとな。まあ、あとやっぱ全体的に若干デザインが古いかなっていう感はある。古き良き内装みたいな感じはしちゃう。じゃあ、運転支援とか、安全装備の点数ね。これは、この A セグメント300万円そこそこで買えるような車として考えたときには90点つけていいと思います。まあ普段だと90点つけるっていうのはハンズオフができるとかアドバンストパークみたいなのがついてるとかね、そういった車じゃないと90点とかつけないけど、今回なんで90点かっていうと、価格が安い車でここまで充実してる車はないからと。で、オートブレーキホールドついてるし、全車速で効いてくれるレントレスアシストもついてると言ったらね、オデッセイとか、これより高い車でレントレスアシストが65キロ以上じゃないとできないって車はまだまだありますから、それ考えたら全然優秀ですよ。
あとね、コーナー前で減速してくれるクルーズコントロールがついてるっていうね。ナビリンク機能ではないけど、カーブの R を読み取って減速してくれる機能とかもついてると。BSM もついてるということで、だから運転支援で言うと、ほんとノートとかと匹敵するぐらい、まあノートはちょっと高いし、ハッチバックになるので、まあ e パワーっていうところもあるけど、ちょっと全然価格帯とかも被ってこないとは思うんですよ。まあ、そうなってくると、ヤリクロとかね、まあ、ノートとか、あのあたりと比べても全然遜色がないぐらいの運転支援がついちゃってると。まあ、持ってるとスイフトでもついてますけど、この A セグメントの車として考えればめちゃくちゃ優秀な運転支援かなと。じゃあなんで減点されてるのかって言われると、まあ、アダプティブハイビームシステムがないよとかね、スイフトにあるのになぜかないっていう、またこれもハイグレードの方が装備いい現象になっちゃってるとか。あとこれスペーシア以降ね、オートブレーキホールド、鈴木さんでも採用されてます。まあその熟成がまだねっていうような感はある。ギュコっていうような音が結構聞こえてきちゃうっていうぐらい、ちょっとオートブレーキホールドは日産とかトヨタとかの方がまだうまいかなっていう。まあここはね、まあ初期モデルなので、まだ鈴木さんのオートホールドは初期なの、初期ものなので、まあ初物だからしょうがないっていうね。だから人柱上等ってある程度覚悟して乗らないといけないと。まあ、とはいえ WRV にはオートブレーキホールドついてないので、それ考えたら全然いいと思う。うん。まあ、今後ね、鈴木さんもオートブレーキホールドの熟成ね、していただければと思いますよ。うん。で、快適装備の点数ね。これも82点と。まあ、有料化だったら有つく。ただめちゃくちゃ高いわけではないよという。アテンションはつけさせてもらおうかな。いいところとしてはシートヒーターついてると。WRV ないですからね。で、ヘッドアップディスプレイもアクリル投影式とはいえついてると。で、テレスコチルト対応と。これ、ライズはね、テレスコチルト対応してなくて、チルトのみなんで、まあそういうとこ考えても全然いいし、バニティランプもついてるでしょ？これ、だって、これより高いセレナのルキシオンとかでもバニティミラー照明ついてなかったりしますから、そう考えるとね、マミキューとはいえついてるのね、フロンクスすごいですよね。まあ、ついてればね、打ち替えぐらいはできますからね。あと、ラゲッジの容量も、まあ、A セグメントで後席も広いっていうのを考えたら、多いと。じゃあ、なんで減点されてるのよってとこでは、前席のね、USB がね、タイプ C じゃないんですよ。タイプ A っていう、まあ、言ったら、普通の USB になってるよと。急速充電に対応してないってことね。まあ、シガーソケット使えっていうところもあんのかもしんないけど、そこもやっぱ平成感を感じてしまうと。まあ、逆に後ろにはね、USB Type-C のソケットあるんですよね。だからこういうところかな。ちょっとまだオフル感は否めない。で、あとパワーシートついてたらなお良かったかなぐらい。まあ、内装とかそれこそね、スバルの STI スポーツのシートに結構色味似てますからね。ボルドー内装ね。あと、一番致命傷なのはね、後部座席のアームレストがないってとことか、ステアリングヒーターがないとこですかね。まあ、前席の USB Type-C とかステアリングヒーターとか、後席のアームレストについては、スペーシアにはあるのにっていう、また問題ですよね。ハイグレードの方が装備いい問題になっちゃってると。いうとこ考慮すると、まあ、85とか90はつけれないかなと。まあ、でも WRV と比べたら全然いいけどね。うん。ということでね、スズキフロンクス総合採点、果たして何点なのと言われると、たん85点つけていいと思います。うん。おすすめできる。うん。普通に。まあ、その内容としては、コスパもめちゃくちゃ良かった。あと、快適装備が、まあ、そこそこ充実してたなっていうところとか、内装がめちゃくちゃ良かったんですよ。まあ、ちょっと古いっていうところあるけど、内装のデザインが。まあ、とはいえ、素材感とかすごく良かったし、実際、後席も、広かったと。そんなに狭くなかった。言うほどね。だからヤリスクロスとかより広いっていうね。感じだし、燃費も、このマイルドハイブリッドついてるっていうのもあって、ライバル勢とかと比べると燃費がいい。4WD もある。そして運転支援が充実してるとか。そういったところはね、良かったなって思うんですけど、ちょっと様子見なとこもあるかなとかね。あと、ステアリングヒーターやマミキューのルームランプとか運転席の USB-C などなどの、まあ、スペーシアより劣る装備が一部散見してるなっていうところは、90点とかつけるまではちょっといかないかなとか。あと、リセールが怖いっつうとかね。鈴木の普通車ってリセールどんなもんか全然知らなくて僕。ジムニーシエラがいいことぐらいしか知らないんですよ。
K はね結構ハスラーとかスペーシアとかリセール良くて、まあ、昨今 NBOX とかもリセール崩壊してきちゃってるから、その関係でねよりスペーシアリセール良くなってんでねえかっていう話ですけど、まあ、とはいえっていう感がある。ちょっとまだ様子見だと思うっていうところで、まあ、総合採点として85点と、まあ、それでも高いところではあるけどねっていうことですね。